どうも、アタスです。今回ですけれども、アマチュアシダ進級比較でございます。ヘッドスピード41と45のアマチュア2人がアマチュアのためにやるシダ動画です。この時期恒例のね、進級対決。はい、今日は、はい、まあね、好きな人は好き。はい、あの、ガイブラね、有名なこちらでございます。はい、じゃじゃん。コブラ、はい。エアロジェットと LTDX。はい、まあ、コブラといえばね、やっぱ海外の飛ばし屋たちが使ってるクラブ、ね、で、まあ今年出たこのエアロジェットは、まあ、この見てエアロ感、ツルツル感、なんかあれだよね、まあ色とか全然違うからだけど、まあ、とは言っても似てるな、ね、形が似てるんだよね、実はこの辺のくぼみとかがなくなって、うん、なんか結構余計な装飾がなくなってそうだね、めっちゃシンプルに、でも俺の位置とかは確かにちょっと形変わったりとかしてる程度でそこまで大きな違いがないかな。まあこれでね、まあでも新作より旧作の方がまあ飛ぶっていうかね、まあ安定感とかあるんだったらもしかしたら旧作でいいんじゃないかと、はい、まあお財布事情、片打ち安いですか、そうお財布事情ね、結構大事ですからゴルファーは、ということで今回はこの2つを同じシャフトで比べたいと思います、はいはい、じゃあちょっとフェースを見ましょうか。あれ、でもなんかここもちょっと違うな、厚みとかも違うな、エアロ感は出て若干ここはだからちっちゃくなってる、ね、ああそうだね、ちょっとじゃあ上から見た感じ、はい、なんかね、どうすか、 LTDX はなんか無限マークがある、無限マークある、うん、エアロはなくなってる、エアロはねなんか違うね、二重丸、ほんと余計なものなくなったね、つるんとしたね、形状は同じか、ちょっとじゃあ上から行くんですか、はい、上から行くと余計なものがまたね一つなくなってるんで、このウィングが、そうだね、ウィング的なやつが、ここのウィングがなくなってマット素材がツルツルに変わって、なんだ、ね、このマットとツルツルのさ、違いを作るんだろう、そしてカーボン調がなんか毎年変えるのかな、去年嫌だった人は今年いいと、うん、まあ、あとこういうラインとかも微妙に変わって、まあ、投影面積的にはどうですか、まあ同じだと思う、いや LTD の方がちょっと少ないか、いや多分それね、こうしたら、あーなるほど、でしょ、あ、はいはい、目の錯覚的なね、うん、はい、実は結構似てるんじゃねえかなって感じするんだよね、結構今さ並べてみた感じほぼ同じじゃねえかって感じするな、あでもね、いや余計なものを削ぎ落としている、エアロの方が丸みあるかも。飛行機感ない？ある。あ、こっちの LTDX の方がちょっと平らかもしれない。はい。ちょっとこれは単純に飛びを比較したいのかな？そうだね。はい。はい。はい、じゃあ無限マークあるね。ということで、じゃあ同じシャフトで打ち比べ、行ってみます。エドボール。どうぞ。それでは、コブラ LTDX からいきます。はい、でかいわ、ちょっと今下気味、おお、結構ワンバン大きいね、ヘッドでかい、でかい、ちょっと今のもヒール気味だけど、なんか下気味だね、ああ、あんま曲がらないかも、うん、ちょっとこれも下気味、これもワンバン、なんかあれだな、なんつうんだろう、打ち出しが低い感じする、ああ下からグインって上がってる感じはするけど、そうだ、これはいい球だ、これはいいと思う、まだちょっと上気味で、はい、結構完成モーメント感もあるし、打感は弾き系かな、よかったよね、でもね、前作のコブラって結構よかったよね、よかった、良いという噂は、うん、俺はあんま打てないんだけどね、ああ、いいわ、ちょっと慣れました、おお、当たりました、うん、まあ、完成モーメント感もありつつある、弾きもよく、はいはい、いい感じです、シャフトはね、意外と柔らかい、うん、S にしては、まあ、まあ評価関係ないけど、ヘッドは
は割と打ちやすい。はいはい、じゃあ当てよう、はい、構えた感じとかは？でかい。でかいよね。完成モメントすごそう。ちょっとダメです。いや今ちょっとダメだわ。振り方が。ダメ。はい。よかった。電線ぐらい。打ち出し高いね。高くなったね、俺は。うん、左まっすぐがちょっと多いかな。やっぱね、安定感がないね。なんだ。なんかさ、でかいんだけど、なんかローグとかみたいな完成モーメント感はないよね。うん、やや転がるでかさ。ピンとかみたいな完成モーメント感はない。いいです。ちょっとあれだな、木から入れて振ると上がっちゃうかも。曲がる？上に。ああ。なんかね、俺もさっき練習の時結構ダフったんだよね。なんだろうね、これが。あ、いいぞ。これは低スピンでいい球だ。うん、電線。いいんじゃないですか？あ、これもいい球だ。今、打点は？ちょっと、内側？ちょっと内側。うん、芯の音ではないね、ちょっとね。うん、うん、これは、ちょっと高く上がりすぎた。なんかさ、でかさの割には、あんま安定感ないっていうのが正直な感じ。でもね、ちゃんと振らないと当たんねえわ。ああ、まあ、ね。もうこれ当たり前かもしれないけど。まあまあ、マイナス気温だしね。うん、しっかり振らないとやっぱダメだ。コブラはちょっとやっぱハードヒッター向けな感じするね。全体的に。うん、でもちょっと、力入れてやっぱ 10.5 だし上がりすぎちゃうかもしれない。ああ、なるほどね。じゃあ次新作いきます、はい、じゃあ次はエアロジェットですね、はい、こちらも 10.5 です、はい、やっぱなんかコロン感出た気するな。ちょっとちっちゃくなった。あ、ちっちゃくなってこの転がりがいい、はい、転がりがいいっていうのはよくない。転がりって座りが悪いっていう感じかな、はい、おーっとー、なんかね速い、こっちの方が。やっぱ、走る。走る。確かになんか前作の方がちょっともっさり感がある。うん、いや、スパンっていったぞ、今。あー、ごめんなさい。ちょっと力入りました。ワンバン。捕まんないね。いや、なんかね、スッてなる。うん、コロン感があるのかな、やっぱり。ちょっとフェード気味だね。フェードだ。おー、当たった。直で当たった。うん、ちょっと捕まえるように打っても、ややフェードです。あー、ミスってた。あー、引っ張りになっちゃう。引っ張ってもフェード系だわ。あー、ほんと。フェード系ですか。はい。ちょっと球明らかにね、球の高さが低くなっちゃう。ラストお願いします。はい。ああ、高くしようとして。あの、カット、カット。いや、これ、今のはね、頑張って打ったんですよ。ああ、ちょっと振ったんだ。そう、振って、捕まえるようにこうやって打ったんだけど、うん、捕まらない。捕まらないね。一気もなかったです。そしてこの動きが速い感じがします、ね、うん、はい、縦にはいいんじゃないか。これは赤も、うん、どうですか。お、振りやすい。スッスッと動くよね、うん、で確かにね、やっぱマットじゃなくなったのもあるかもしれないけど、ちっちゃくなったよね。ちっちゃくなった気がするね。おお、うわ、いい球。おい、目どう、すげえ上に当たった。まあ、2階席ですから。まあそうだけどさ。2階席です。すごい球を伸びたよ。ちょい右に出て。
ああ、おお、でも結構上に当たったな。あ、ややフェード。これ、捕まんないね、なかなか。ほんと捕まんないと思う。球でも結構強いと思う。球は強い。あーあ。あ、結構だからもうしっかり振って捕まえてもいいのかもね。そうだね。ああ、ちょっとっと。これね、ヘッドの自由さです。なかなか、ドローが出ない。ね。これもダメ。わかる。この球になるんだよ。うわ、めっちゃ上に当たってるよ、でも。今の結構飛んでると思うよ。すごい飛んでると思う。いや、これね、この球めっちゃ出る。マジで？ちょっとシャフト負けてる可能性もあるね、若干。あ、いいよ。あ、これでも、ほぼストレート。うん、ほぼストレートだね。でもね、やっぱちょっと、速くなった気がする。速くなったね。ジェット感。弾道がやっぱ低いよ、こっちの。弾道低いね。全然。あと難易度が上がった感じしない？ちょっとだけ。そうかもね。うん、低い分、こう、球が強くいくかもしれない。前に行く力は出た。うん、優しさは前菜のところがあるかもしれない。まあ一応ね、大きさとか完成モメント感はある。うん、でもね、こっちの、あのヘッドの動きの方が俺は素直だと、はい、結構。なんか、自分で。こっちちょっともっさりしてたもんね。もっさりしてる割に優しくない。うん、そうだね。こっちは、キュッキュッて動く、そのまま、はい、その評価通り。じゃあ、もっさりしてるけど、なんか、ピンほど優しさはない。はい、っていう感じで。でも、こっちの方がドローは多分打てる。ドローは打てるね。なんかこっち、多分捕まれない人打ったら、全然ダメ。厳しいかもね。うん。スライスしか出ない。はい。そんな感じですよ。ということで、参考になったなと思ったら、一長一短でした。一長一短だね。確かに。良くも悪くも、人によるかも。だから、はい、その1年変わって、うん、あのヘッドの傾向が、そうだね、変わったって感じですかね。はい、それだと、はい、ありがとうございました。